坂田共同化力発電株式会社は山形県坂田市に本社を置く卸電気事業者。共同出資により設立されたが1987年に東北電力の単独出資となった。1966年3月、国の中央公安審議会は坂田港開発と整備指針を盛り込んだ坂田臨海地域開発計画を決定した。これに基づき、 1970年には、坂田北港の建設が寄港され、愛前後市、山形県によって、港港配地に大規模臨海工業地帯の造成も開始された。1971年9月には、造成地に、住友系金属工業が、アルミニウム精錬工場を新設し、アルミニウム圧延と精錬を一貫して手がけていく、方針を表明した。 1973年2月には、住友グループにおける首脳の確室から設立が難航していた住系アルミニウム工業が、田中角栄通産省の仲裁で、ようやく設立されたことを受け、アルミニウム製錬にあたっては大量の電気を必要とされるため、安価な電力を住系アルミに供給することを目的に、同年4月2日、東北電力と、 炭系アルミの共同出資によって、坂田共同火力発電株式会社は設立された。しかし、同年10月に勃発した第四次中東戦争の影響から、原油価格は大幅に引き上げられ、石油火力発電によって生まれる電力を原料とするアルミニウム精錬にとっては、大幅なコスト高となることが想定された。こうした中、 1977年1月に、炭系アルミは、先行きも危ぶまれながら、創業を始め、同年10月には、酒田共同火力発電所も発電を開始した。1980年11月、創業以来赤字が続くが、炭系アルミはその状況から脱する方策として、精錬コスト削減を図るため石炭火力による20万。 キロワット自家電力発電設備を建設する構想を打ち出した。この石炭火力への転換構想は、翌年3月住系アルミ、東北電力、佐田共同火力との間で合意が成立した。合意内容は、住系アルミは自家電力発電計画を白紙撤回。その代わりに、佐田共同火力が石炭火力への転換を行い、35万。 キロワットの発電機2機を1982年3月から建設。1984年6月に1号機を完成させ、1985年5月までに全面的に石炭へ転換するとした。だが、石炭火力への移行を試みたとしても以前として、アルミ地金は海外相場より割高であったため、炭系アルミの赤字体質からの脱却は成就される。 ことなく、結局大幅な減産を経つつ、全電解路創業停止に至り、1982年5月31日に、住系アルミは解散。坂田工場の鋳造部門は残地され、新社である住系アルミ鋳造として改編された。住系アルミの撤退後、坂田共同火力は、 一般用売電を目的とした発電所として残存することとなり燃料の石炭化も進み1987年7月10日には東北電力の完全子会社とされた発電された電力はすべて東北電力に供給されている2004年1月14日には住友商事が坂田北港に設置した洋上風力発電所である サミットウィンドパワー、坂田発電所が発電を開始し、坂田共同火力は、同所の運転、保守管理業務を受託していた。ありがとうございます。